ミシコビエホ、またはミスコビエホは、グアテマラのチマルテナンゴ県北東端にある、高チマヤの要塞都市の遺跡。1525年にペドロデアルバラードに降伏した。グアテマラ高地のここ天気マヤ諸都市の中では、遺跡の保存状態が良い。グループ B のツインピラミッド球技場の標識ミシコ、ビエホとはスペイン語で、古いミシコを意味する。遺跡は、モタグア川を見下ろす。 標高900メートルの丘の上にあり、天然の要塞をなす。面積は狭いが、いくつかの広場とピラミッド、祭壇、球技場など120以上の建造物がある。グループ B にはツインピラミッドがあり、また球技場の標識は、蛇の口の中から人間の顔が覗く変わった形をしている。住居が250ほどあったと推定され、そこから 人口は1500人から2000人と見積もられている。17世紀の年代記作家であるフエンテス・イグスマンは、ミシコビエ法、ポコマム族の要塞都市、スペイン人との長い戦いの後に降伏したと記した。この記述は長い間信じられてきたが、ロバート・カーマックは、この記述を疑い、この地域に植民地時代以来住んでいた、カクチケル族に属する、チャホマ人の中心都市であると主張した。 ミシュコビエホがいつ建設されたかは不明だが、現存する最も古い建造物は13世紀以降のものであるという。1525年にミシュコビエホはペドロデ・アルバラードの攻撃を受けた。南高不落の要塞都市であることを頼みにして1ヶ月にわたって戦ったが、裏切りが発生して投降した。アルバラードは町を焼くように命じ、その住人は、 約2 7トル南のミスコに移された。1976年のグアテマラ地震では、ミシコビエホも被害に遭い、建造物 C-1 の上部が崩壊した。1896年に、ドイツのカールザッパーが、ミシコビエホを訪れて、地図を作成した。1950年代にレッドヤードスミス率いる、カーネギー研究所による調査が行われた。 スイスのジョージ・ギーマンは建造物の研究を発表した。アンリ・デーマン率いるフランスとグアテマラの共同プロジェクトによる発掘と復元が1954年から1967年まで行われた。ありがとうございます。